中央防犯サッカー部はかつて存在した日本のサッカークラブ。中央防犯のサッカー部として1982年に創部され静岡県藤枝市に本拠地を置いていた日本プロサッカーリーグ所属のアビスパ福岡の前身となったクラブである。ホームスタジアムとして使用していた藤枝市民グラウンド球技場中央防犯は1982年に 地元出身の菊川時雄監督に迎えてサッカー部を結成。ガードマンとの兼業をしながら着実なチームのレベルアップを観光。1991年に中央防犯悪目藤枝フットボールクラブへチーム名を変更。1992年にはチームを全国規模のリーグ戦で初タイトルとなるジャパンフットボールリーグ2部優勝に押し上げていった。 その後1994年に中央防犯 FC 藤枝ブルックスとして J リーグ参入を念頭に置いた強化策を行うことを決め元 J リーガーなどのプロ選手らを補強したが市民グラウンドの改修が困難であることと藤枝総合運動公演サッカー場の完成が2002年であることなどから藤枝での J リーグ入りを断念かねてからチーム誘致に積極的だった福岡市に移転して 福岡ブルックスとなった。なお本拠移転を受けて、1994年夏場にジャパンフットボールリーグの主幹試合を藤枝から東平尾公園博多の森陸上競技場に変更して開催したことがあった。福岡開店後も、1995年夏季ユニバーシアードの開催により博多の森球技場がサッカー競技会場となった都合で5試合を静岡県内、 うち3試合を藤枝市民グラウンドに移して開催した事例もあった。なお、中央防犯 FC の選手のうち、アビスパに参加をしない、社員選手らが中心となって、新たに1995年、中央防犯、アクメブルックスサッカークラブという同好会を結成。その後中央防犯サッカー部に名称を戻し、東海社会人、サッカーリーグ一部に在籍していたが、 2006年に一部再開となり、その年をもって廃部となった。ありがとうございます。